皆さんこんにちは。今日も楽しいレッスンです。絶対落書きすんなよ。かわいい お気土産を残してくれました。物や人は大切に扱う、これは大切なことです。絶対落書きすんなよ。かわいいお気土産です。今日もブルグミュラー25の練習曲よりコンソレーション慰めという曲を弾いてみます。音のダイナミックスに指番号、右手と左手の役割分担を理解して弾けるととっても楽しいです。アンパチ、コンソレーション慰め。コンソレーション慰めでした。良い子の皆さんも物や人は大切に扱いましょうね。とても良い子、絶対落書きすんなよ。子供たちは私たちが思っている以上に何でもよく知っています。褒めて伸ばすこと、
誰でも褒められると悪い気はしません。今日も楽しいレッスンを。